今回はミオリネの計画ってどう見ても失敗しそうだよねに対するみんなの反応をご紹介します。1日2本以上投稿していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは行ってみましょう。このセリフ最初から失敗してる展開になるのが分かってつらい。ミオリネは自分、エアリアル、母親から話したらスレッタは普通の日常を送れると思ってるけど、爆弾がまだまだ多すぎる。ミオリネの間抜けないが世間知らず感でって絶対計画うまくいかないよなって察する。ミオリネの現実を知らない有効な提案から反論されて、の流れ株岩の設立の時と似てるんだよな。あの時は明確に反対されたり議論になったから意見を考え直すことができたけど、今回は強い反対がなかったからできてしまった。生地極論でもできてしまう環境と才能だけに危なっかしい。ぶっちゃけ極端すぎるからね。どこかで折り合いをつけてお互いの妥協点を探っていくしかないのに。まあこの時点で見れば大失敗だけど、対極的には正解だと思うから。話せなくて結果ああなったグエルが言うのがな、結局ミオリネとスレッタはしっかり話し合った方がいいんだ。グエルが話そうとしても父親は話してくれたか。母親の教育が染みついているスレッタにミオリネの言葉は聞くのかと考えると、話せば解決するようには思えないので難しい。ミオリネには見えてないものがありますよ。それに気づいてないですよ。っていうしさというか直球提示だもんな。このセリフとそれに対する反応、ミオリネがこう行動するに至った理由は理解するけど、メタ的に見て失敗するんだろうなと。このままだと結局どこかすがるよねスレッタ。格付け部屋に行ったらどうしよう。オルコットさんから言われた、どうすればいいかなんて自分で考えろ。オスレッタに伝えるんじゃないかなと思ってる。ミオリネの望む通り危険やしがらみから遠ざけるだけじゃダメで、どこかでスレッタが自分で立ち上がらなきゃ何も変わらないってグエルは気づいてると思う。ミオリネもミオリネで自由とか幸福代わりとふんわりしてるし、ついでにスレッタへの理解もちょっと解像度低いところがあるからな。大変な覚悟で計画決めてるのはわかるが、計画作るにあたっての物差しが極端すぎるというか。まあ失敗というか、今回のだけでは全部が丸く収まらないのはその通りよね。この後のアクションをどうするかが重要。グエルからすると、相手に幸せになってほしいがために相手の意思無視して無理やりなことをする親父と同じムーブしてるの見てる構図だしね。家出からの流れでいろんなしがらみあっての人間関係だと理解できたので、全部が悪だとは思ってないし協力もするけど、あとグエルからするといらんことは言いたくない状況なんだよね。このやり方ではダメだ、やめるぜって万が一にも言われたらまずいから、仮にミオリネのプランが失敗するんじゃないかと思ってもグエルは黙って乗る選択を今はする。会社第一。グエルもダメそうなの分かってるのに深入りせずに止めないのは大人になってしまったなと思う。ミオリネは現実を見ない理想ではあるんだが、理想も捨ててはいけないものだと思うし、グエルのそんな世界はないよってのは現実を見てきたゆえの定年でもあるように思えるし、この2人の意見のこすり合わせたところにいい落としどころがあると思うんだよ。大切なものの一番上にスレッタを置いてたなら止めただろう。でも今のグエルが一番大切なのはジェタークだからな。スレッタとミオリネに関しては良くない結果になりそうだと察していても、会社のためになるなら飲み込んでしまえるのが今のグエル。会社が第一なのは別にいいんだが、グエルの変化も極端すぎてなんか受け入れにくいんだよな。元のグエルは未熟な子供で全て否定されるべきものなんだろうか。グエルが今までしてきた父親への反抗や家出に意味がなかったとは思いたくないんだけどな。少なくともグエルの自意識ではそうなのかもな。会社のために切り捨てなきゃいけなかった自分の一側面、外野から見てたらそんなことないよって言えるけど、グエル自身はいっぱいいっぱいで考える余裕ないんだろうし。グエルからすれば未熟で子供だった自分の行き着いた先がクエタだったから、過去の自分を否定してあまりある経験してるんだよね。周りの人間はその過去のグエルを求めているのが何とも。成長というよりはボブの時でさえ切らなかった髪を切ったのも含めて私欲を殺しただけに見えていたいたし、グエルの子供性はシンシアを埋めた時で終わった。そうか、心機一転というならボブった時点で切っててもよかったもんな。ミオリネもグエルもやりたいことはわかるが、一部では間違えてると思う。正解しかないキャラは彗星にはいない。未熟だろうと子供には肯定してくれる人は必要なんだが、自分自身ですらそれができてないまま大人になってしまったから、外から見るほど落ち着いた盤石な大人してない気もする。セセリアの煽り程度は流せるだろうが、グエルは自分の道を行った結果親殺しだからな。今では計らずも親父の意思通りに動いてる。多分そのことも分かってる。利益も意味も何も見出せなくてもシンシアを助けるために奮闘した15話を経た結果、一番大事なもののために取捨選択をするようになったグエルが出来上がったの悲劇が過ぎる。あの子には幸せになってほしいの。
ガンダムとか何にも縛られない世界でと開運前のセリフがプロスペラのエリーに対する考えそのままなのはやっぱりとされてるよね。グエルは学園に入れなかったせいでスレッタとの関わりがあまりないから、ミオリネほどスレッタのことわからずこの計画がいいのかどうかも判断しかねるんじゃないかな。今は会社最優先だし2人の問題だから深入りしてないけど、これうまくいかんやつだって察してるよな。ミオリネが望むスレッタが何にも縛られない世界なんかない。父から逃げ出して自由になったはずのグエルを父はどこまでも追ってきた。ミオリネの言ってることはプロスペラと同じだけど、そんな世界はないとグエルに否定されている。プロスペラはそんな世界はないと分かっているから、世界を書き換えるという手段を取ると。グエルは短期間にひどい経験を重ねすぎたので割と定感入っちゃったよな。まあ何のしがらみもないまっさらな世界で生きるなんて無理っていうのは事実だから。1話からそうなんだが、ミオリネは自由に焦がれてるよな。彼女は何にも縛られない自由な世界が幸せだと考えている。ミオリネはしがらみの大切さを知らないように見える。グエルは壮絶な経験抜きでも寮長とかやっていて、たくさんの人に関わっていたのと、事情のせいでしばらくぼっちだったミオリネとの違い。グエルはモビルスーツ乗りたくなかったし、スレッタを傷つけたくなかったし、卑怯な手で勝ちたくなかったが会社のためにやった。グエルがやりたいことを我慢することが成長なんだろうか。父への追い寝から自分の人生を諦めたように見えた。そんな世界はないってグエル自身が身をもって味わったばっかりだからね。そりゃこんな渋い顔になりますわ。成長ではあるんだろうが、健全な成長過程を経てではなく、状況によって強制的に成長せざるを得なくなった子供という感じなので、やはり不健全で痛々しいところはあると思う。スレッタの前で見せた年相応の顔がまだあったのに、それは強制的に捨てたか眠らせたか、どちらにせよ子供の自分とはいい形でお別れができていない気もする。1話の時はお互いに傷つけ合ってたけど、比較的精神年齢は同じそうに見えたのに、ミオリネに対しても精神年齢の格差ができた。ミオリネは成長しているがまだ殺してないので子供の部分もある。グエルはジェタークの再興のために計画に乗ったけれど、仮にジェターク社の経営の危機なんてなかった場合、今のグエルはこの計画に反対するんかな。スレッタをもろもろの厄介ごとから遠ざけたいって部分には賛同しそうだから、決闘でエアリアルやらホルダーやらを一気に奪うっていう強硬策を取らないで済むような方法を模索するのではないかな。会社が安定してるなら急いで手を組まなきゃって焦りがなくなるし、ミオリネの言うことが理想論でしかないことは分かってるから、少しでも現実的な落としどころを探しそう。1話の時点でろくに計画がないまま地球に行こうとしてたし、株式会社ガンダムも経営方針を決めてなかったりで、ミオリネは計画性が全然ないと思う。ミオリネは逃げるか逃がすなんだよね。世間知らずだから逃げ場所があると思ってる。皆さんはミオリネの計画ってどう見ても失敗しそうだよねについてどう思いましたか？ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。チャンネル登録もしていただけると励みになります。